で今回ですね、富山県に関する皆さんのコメントを紹介していくという第23回になります。いつもコメントの方ありがとうございます。まあ、富山県民の方であれば共感できる内容がいくつかあるかなと思います。それでは順番に紹介していきます。一つ目は敬語になってもない何していいがですかで方言使ってしまうところなんですけど、まあ、これはわかりますね。まあ、敬語を使おうとすると何々していいがですかとか何々せんなんがですかっていう感じで、まあ、がが入るというか、まあ、富山弁プラス敬語みたいなちょっと独特な言葉というか、まあ、富山県民同士じゃないとなかなかニュアンスが伝わらないような、まあ、独特なフレーズっていうのは使いがちですね。2つ目は何々やっとったっけ言っとったっけとかもよく使いますけど、ちっちゃいつが多くて変換されませんってことなんですけど、まあ、これもわかりますね。まあ、LINE とかで打つときに、まあ、言っとったっけとか言っとったがけとかやっとったっけって感じで、まあ、ちっちゃいつとかがとかも組み合わさって、まあ、なかなか思うような変換ができないっていうときはたまにありますね。3つ目は、富山弁に関することで、富山は元加賀藩だから石川と共通なのではってことなんですけど、まあ、確かに富山弁と石川弁はもうかなり似てるので、まあ、元加賀藩ということでベースとなる方言が同じっていうのは、まあ、確かに思いますね。4つ目は、スーパー鮮魚売り場地物ないとがっかりする件、特に寒ぶりの時期ってことなんですけど、まあ、これもあるあるですね。まあ、富山のスーパーで鮮魚売り場に行くと、まあ、地物以外売ってるんですけど、まあ、地物が人気なので、まあ、先に地物からなくなっていくので遅めの時間とかに行くと、まあ、地物以外が、残りがちっていうのはありますね。1つ目は今は富山さんだぷってことなんですけど、まあ、これは富山県民でツイッターをしている方ならわかると思うんですけど、まあ、富山県民のほとんどがフォローしている富山くんっていうアカウントがあったんですけど、この2021年の4月の方で富山さんに改名されまして、で今までずっと富山くんって呼んでたので、まあ、富山さんになっても富山くんって呼んでしまうっていうちょっと違和感というかちょっと混乱気味な状態と今なってますね。ここから後半ですね、富山のローカル CM に関するコメントが多かったのでそちらの方を紹介していこうと思います。6つ目はケンケンの CM で男性がビーズの稲葉さんの真似をしながら歌って、最後に被ってたカツラを投げ捨てながら白い汚れなしケンケンと締める、途中でケンケンになっちゃうよというフレーズも残ってますってことなんですけど、まあ、これはケンケンになっちゃうよ白い汚れなしケンケンってやつは、まあ、富山県民なら1回は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。 YouTube の方でも動画上がってますね。7つ目は、高原圭の制作する歌はサビが単語の繰り返ししてるのが多い気がするってことなんですけど、もうこれは確かに北陸インコの歌とかでもにっこりにっこりとかしまいやしまいやとかりんりんと山けえりんとかって感じでなんか似たようなフレーズを繰り返すというか、まあ、だからこそ覚えやすいというか、まあ、一度聞いたらあ高原圭さんの歌やなっていうのはなんとなくわかりますね。8つ目は西島秀俊さんの富山弁の CM もありましたねってことなんですけど、5年前ぐらいですかね、チョコレートのカレードショコラの CM で西島秀俊さんが富山弁披露されてましたね。こう全然苦がないがいぜとか結構濃いめの富山弁を披露されてましたね。まあ、木村文乃さんとか、まあ、有名な方が富山弁を CM で披露されると結構テンションは上がりますね。またなんか新シリーズとかやってほしいですね。9つ目は上京した今でも頭に残るのは太陽ネオってことなんですけど、最近あまり見ないですけど、以前パチンコ屋さんの太陽ネオの CM はあまりメロディー覚えてないですけど、太陽ネオウィフィに太陽ネオっていう感じの結構中毒性のあるメロディーというか、それを覚えているということですね。まあ、自分も見たのはかなり前ですけど、鮮明に結構映像とメロディーはなんか頭に残ってますね。最後10個目はゆきちゃんの麹味噌はローカル CM かなってことなんですけど、おなじみの雪がしんしん降る朝は剣立山黒部は寒くっていう、富山県民なら一度は聞いたことがある CM だと思うんですけど、石川県とか福井でも見たことがありますってコメントが多かったので、北陸を中心に入っている CM なのかなと思いますね。あと歌が春夏秋冬と4代目まで歌詞があるっていうのは意外と知らない方が多いかなと思いますね。はい、ということで今回も、皆さんの富山県に関するコメントをいくつか紹介していました。富山県民の方であれば共感できる内容がいくつかあったかなと思います。また富山県の日常生活において、まあ、何気ないことやあるある何でも構わないので、またコメントの方またよろしくお願いします。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。